それじゃあ乗り物に会いに行けるスポットを紹介しよう。今日は東京都中野区にある箱井桃園古戦郷を紹介するよ。 JR 中野駅の南口を出て右の横断歩道を渡るよ。乗り物ゴーゴー。そして線路沿いの道を歩くこと7分。箱井桃園古戦郷に到着。お、黄色い電車だ。あれは中央総武線 E231 系の電車だね。あれ、あのかっこいい電車は？また来た。これは何の電車なの？新宿などと山梨県、長野県の町を結ぶ特急列車だよ。よくわかったね。東京メトロ東西線が JR に乗り入れているんだ。ほえ。今度は中央線の電車だよ。お、反対側からも来たね。馬車金、もっと近くから電車が見たいな。それじゃあ下に降りてみよう。ここは上からも横からも電車が見られるスポットなんだよ。車両のデザインがよく見えるね。上から見るのも良かったけど、近くで見ると迫力があるね。箱井桃園古戦郷は JR 中野駅から歩いて7分だよ。